遠い、俺かな、どっちが遠いか、俺かな、すいません。さあこれはチュンリーが立ち回りはガン有利、チュンリーが、そうですね、八景も強い、ただ捕まるとハマっちゃうね、うん、ハメ能力は本当に胸型が強いって言われてるのがチュンリー戦うまいんですよね。なるほど、しっかり荒らせると、しっかり声が小さいのか、わかりました。さあここは三角飛びのお約束、それ読んでいる、しかし三角読み、うん、しかしあやっちゃった、コンボは失敗、ちょっと安いか、ここは荒らさない、あれ投げと八景飛行どっちが減る、やっぱ八景飛行が減るよね、八景の今あったら八景飛行か、はい、見捨てれないからアンテナ投げ選んだ。さあチューンリーが先制している、胸型をローを持ってしてもやはり厳しい。さあここからしかし、ここです、豊富なセットプレー見れますよ、取れてない、はまります、はまるけどこっからどうはめる、そうだよね、はまりづらい、はい割れます、おっとあそこは生放浴でよかったかも、これがキャラ対策というか、まあキャラの不慣れとかありますからね、うん、難しいところであります、こういったの逃しし順に2本ですからね、これ死にますよ、うわっと今飛びからはあれむずいか、むずいですね、まあ、もうラスト終わっちゃうんで、まあ2本あるからちょっとね緊張もあって、なるほどね、コンボミスというか、さあ2マックスのチュンリーとオーロ、もうちょっとゲージ欲しいね。さあ中足ガード、いいガードです、長さん、うん、ナイスガード、うわーしゃがみこパンでスライド投げ抜けますね、あんなこれはどうなる、オロも行きづらい、立ち回りの、さあオロは倒せるゲージまで溜まりましたよ、また投げ、チュンリーも2本あれば、さあオロ側も投げを読んで陣中暴れなので始まるっていう、うん、さあここ生放送、そうですね、さあ先ほどはミスりましたがしっかり、そうです、それでいいです、2回目はない、さあでもオロはちょっとゲージ足んない、大パン、さあこうなるとオロもつらい、なんか今ミスった、ヤギョ玉、ここでしっかり端に追い詰めて、ね、一発があるぞ、これがさあ橋ループは死にやしないんですけど、かなりきつい、ここからはまる、一匹もある、うん、しっかり立ちを確認しての、あ出なかった、どっちも出なかった、中継、こうなるとオロのじらし能力いきますからね、始まりましたね、先ほどのわさびさん一押しの